この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。かわいい。アンブラってなんだ、ハゲか。アッスン、こんなところにいた。ミサキちゃん、わざわざ探しに来てくれたんだ、ありがとう。時間ないのに委員長がいないから呼びに来させられたの。こっちだっていい迷惑だよ。え、もうそんな時間？ごめん。アッスンが時間を忘れるほどのこと、まさか恋バナっけ？違うよ、全然。怪しいな。何でもいいけど早く来るんだぞ。すぐ行くね。やっぱり何度見てもわかんないや。ヨミヤ君、この前ここで何を見てたんだろう。おはよう、みな。おはよう。ちゃんと起きてたな、ミー。天使は寝てるけどね。でもさ、なんか天使、確かにこの話の軸は天使なんだけど、なんだかんだ言ってその人間がお互いに話し合ったりとか関わり合ったりして物事を解決しとるんだよね。そこに誰も気づいてないっていうね。天使の羽の力をなんかどうちゃらこうちゃらって言っとるけど、いや本人の結局気持ちの問題なんだよね。覚悟の問題というか勇気の問題というか。昼に起きてられないせいでイベントの大半は楽しめないって思うと、やっぱかわいそうだよな。お土産楽しみにしてたから買ってきてあげよう。そうだね。ていうか、そうだの、その大きなバッグ何？あ、私も気になってた。気づいたか。ま、ちょっと恥ずかしいけど二人に見せてやろうと思ってさ。まさか見せるって決まってんだろ、俺の羽。雪？氷の鏡？だから氷なんか。ね、ミー君、あれ、バルさん、ここに映っていたのはソーダが産んだハルという少女。どう？すごいっしょ。ソーダと向き合って同じ表情をしてみる、してみせる。綺麗。あんがとう。声も。俺の能力はグラキエス。氷の結晶は鏡。うちの思い描いた自分に変身できる力。思い描いた自分。どっちもソーダが喋ってるんだよね。さて、両親が女の子を欲しがったとかそういう話？いやでも、ことあるごとにお前が女だったらよかったのに。それ普通逆だよな。女に生まれて後継ぎの問題でお前が男ならどれだけ良かったのにみたいなことをギャーギャー言われるんだったらトラウマとして植え付けられるけど、その逆って普通ありえんからな。どうでしょう。わかんなくなってきちゃった。じゃあわかりやすくしてやるよ。ソーダとハルさんはお互いに手を添えた氷の鏡に力を込めた。手の周りに小さなひびが入り、指先が氷に飲まれていく。うちらのショーはこれにてフィナーレ。これで入れ替わる。と変身ってね。そうだが女の人になった。あ、この姿の時は春って呼んでよ。晴れるって書いて春だから。はい。
真珠人見知り発動してる。だってまったく、いくら超絶モテカワ美人を目の前にしたからって緊張してちゃダメだぞ。いつものソーダだ。いや、このくだりで思い出すんかい。寒い。ミーもひどくない？今のやりとり寒いって。違うって、急に気温下がったから。ああ、これが弊害なんだよね。トイレに降る雪。ああ、雪の降るトイレね。あれを使ったことで空気中の水分が結晶化して雪になったようだ。しばらくすると空気に馴染んでほとんど気づかれないんだけど、若干ひんやりしてんの、この体。そういえばくっつかれた時に冷たく感じたっけ。くっつかれた時。ふん、落ち着け少女。いやーん、みーエッチなこと考えてる。考えてないから。それよりそのまま行くつもりじゃないよね。そのまま行くよ。女で楽しむの初めてだし面白そうじゃん。天使さんがいないのにそんなに長時間使ったら危ないんじゃ。大丈夫だって。うちの仮説じゃ心のありようで歪みの度合いは変わる。だから楽しんでるうちはほとんど歪まないはずっしょ。本当にそうなのかな。それにこのバッグに着替え入れておけば羽の影響出そうな時すぐ戻れるから。目的忘れてないよね。わかってるって。ちゃっちゃと羽回収、その後は文化祭満喫。いや違う。ほら早く、もう始まっちゃうぞ。嫌な予感しかしないよ。同じく。ちゃっちゃと羽回収って言ってたのに。すごい、結構面白そうな出し物揃ってんね。そうだ、春は学校に入るなり教室を一つずつ練り歩き始めてしまった。どうしよう。こいつはどんだけ子供って友達に植えとったんか。異常だろ、ここまで来たら。あ、みーくん大丈夫？うん、今のところは人混みで全然バレる気配ないから。とはいえ知り合いに見つかったら平常ではいられないだろう。その前に羽を回収したいんだけど。あ、見て真珠、この教室スイーツお好み焼きやってる。クレープとの違いがわかんないよ。ん、チョコ入りタコなしたこ焼きも美味しそう。それもうたこ焼きじゃないんじゃ。客入りが多いからテイクアウトできないんだね。あの、量はどのくらいですか？あれくらいです。あれくらいなら今の胃でも余裕かな。持ち帰り用の保冷剤もある？あ、じゃあそれを4つ。4つって私たちも食べるの？みんなで食べなきゃ楽しくないじゃん。文化祭満喫してるね。かき氷って保冷剤なんとかなるんか。羽の回収最初って言ってたのに。固いこと言わない。職員室の前なんて何も出し物してないから直行したら逆に目立つっしょ。それはそうかもしれないけど。ってことでスイーツお好み焼きとチョコ入りタコなしたこ焼き注文したから食べよう。うわー、すごい甘そう。いただきます。あ、食べる前にアウスタ用に取らせて。うん、なんか私より女子してる。能力もだいぶ使いこなしてるからな。取れた。じゃあ一口。甘くて美味しい。あ、本当だ、美味しい。天使もこれ喜ぶかも。そういうと思っての保冷剤&保冷バッグなんだな。着替えだけじゃなかったんだ、そのバッグ。用意周到なんでね。あ、甘ー、胃もたれしそう。かき氷とあったかいものどうするんだろう、一緒に入れて。何？真珠って甘いの苦手なの？うん、どっちかというと辛い方が好き
かな。学祭で辛いのってイメージないな。あるのかな。うん、ちょっとパンフ見せて。はいはい。あ、ほら4階に激辛焼きそばあるよ。ほんとだ、見逃してた。でもうち辛いの苦手なんだよね。人に甘いの食べさせたのに逃げるんだ。うわ、なんて分かりやすい恨みがましい目。ああ、ここ3年の教室。もしかして3年にミーのこと知ってる人いる？じゃあやっぱやめとく。うん、そういうわけじゃない。まだこの学校に僕を覚えている人がいるとすれば 2,3 年の生徒。もし僕の顔を見てあのことと僕を結びつけられる人がいたら、いや見すぎか。去年は今と違って髪も短かったし印象はだいぶ違うはず。だから大丈夫。無理な時は言うんだぞ。うん、ありがとう。春は自分が行きたくないだけでしょ。うっ、辛い。まだ辛すぎて味覚死ぬ。てか死んだ。素人だし辛さ大したことないかと思ったけど逆。素人だから全く加減なしでバカみたいに辛いの作りやがった。春、口調戻ってる。うん、ちょうどいい辛さで美味しかったと思うんだけど、みーくんはどう？水すら痛い。助けて。あれ？満喫しとるな。これ真珠の味覚バグってるって。自販機とか近くにない？さっきの店でもらったのもうなくなったんだけど。廊下の奥にあったと思う。ちょっと買ってくるよ。わあ。やめとった。みーくん大丈夫かな。何目で追ってんだし。真珠。そんなことしてないよ。焦りすぎ。相変わらずみーのことが大好きだね。違うってば。みーくんとは前から仲良かっただけで、そういうのじゃ。そうかな。仲いいって言ってもみーが入院したあたりからスカイコードでちょっと話してたくらいっしょ。ネット上で話しただけの相手に対してそんな思い入れ持てなくない？そうかな。スカイコードはあの頃の私が自分らしくあれる唯一の場所だったから。へえ、そういうもんか。俺と真珠でも感覚違うんだな。そうだね。けどミーのことは好きっしょ。だからなんでそうなるの？だって見てたらもろそんな感じだし。そんなこと言われたって。私恋愛の好きと友達の好きの違いわからないもん。やっぱ乙女だね。からかわないでよ。もう。悪かったって。けどいつか真珠はミーのこと好きになる気がするよ。ま、今日のミーが心配っていうのはわかるけどな。いつもと違う。やっぱり気づいてた。そらせやろ。まあね、不登校になった学校に来てるんだから当たり前だろうけど、なんか特定の誰かから隠れてる気がするんだよな。みーくんが入院した原因事故って言ってたけど、もしかしたら飛び降りとか。自分を知ってる人間がいなくなればいいか。え？みーの羽に込められた願い、隠れるとか導くとか、そういう能力が発現した理由。飛び降りたけど運悪く生き残ってしまった。だから自分を知ってる人間には会いたくない。自分のことを全然知らない誰かと出会いたい。
推測するとそんな感じなのかなって。そうかも。すごいな、さすがだな。でもそうだったら悲しいね。まあね、信用しきれてないってことだもんな俺たち。口調戻ってるよ。どうアップな、うちとしたことがテンション下がりかけてたわ。水、そうだろ、ほぼ売り切れ。ここに来るまで汗だくの人と何度かすれ違ったけど、みんな飲み物を持っていなかったのはこれが原因だったようだ。刺激の強い炭酸系は残ってるけど。アッスン大丈夫？重いでしょそれ。平気平気、部活で鍛えてますから。この声は三星と杉浦。まずい、どっかに隠れなきゃ。隠れる場所がない。こっちで会ってたよね、イサキちゃん。ふぅ、重いなぁ。あれ？どうしたの？今、自販機の前に誰かいなかった？そりゃこんなにいっぱいお客さんいたら誰かいるでしょう。そうだけど、一瞬、そこに人影が。え、なに、お化け？やめてよね、夏だからって怖い話とか。そういうのじゃないってば。気のせいだよね、きっと。ああ心が崩れそうで苦しくて視界が暗くなって、気がつけば屋上に続く階段を登っていた。どうしてこんな場所に。言いかけて気づく。ああそうか、僕は空に惹かれてるんだ。なるほどね。僕のうちにわだかまっていた苦労が溢れてくる。感情を喪失して忘れていたそれを思い出してしまう。それは夜明け前の深い宵闇の光を求める心もとなさと同じで、僕は重たい扉を開いた。暗い階段から屋上に出た途端、強い日差しに視界が焼けた。真っ白で何も見えなくなって自分がなくなっていくようで。お？あ、今扉開かなかった？聞いたことのある声、できれば聞きたくなかった声の一つ。モザイク画のような大きな黒点が視界の中を泳いで、彼らの顔をまともに捉えることができなかったけど、その隣にうずくまった男子生徒のことは見えた。いじめられっ子。顔まではわからなかったけど、僕にそっくりな気の弱そうな生徒。僕が不登校になって対象を変えたのだろう。はあ、分かってたのに僕はここに来たんだ。彼らが僕を呼び出すのはいつも授業中の屋上と決まっていた。授業中は目につきづらい場所だし、職員たちは不良連中が暴れるのを怖がって屋上を閉鎖しなかったから。おい、誰だ？ああ、空が綺麗だ。開いた扉の方に向かってきた不良が僕の横を通り抜けた。僕のことを見えていない。ちゃんと羽を使えてるけれど、そんなさまつなことはどうでもいい。僕はフェンスの方へと向かって歩き出す。やべ、歪んどる。まるで気の抜けた風船のように地面すれすれを浮遊している感覚で足を進めた。たどり着いたフェンスに手をかけて下を見る。これを乗り越えてもう一歩踏み出せば、僕はあの時と違う結末を迎えられるだろうか。なあ、誰だよ、九条くんか。九条、その名前は不意に僕を現実に引き戻した。え、何の音。おい、お前何してんだ。いい、何もやってないです。
嘘つくな、お前逃げようとしただろ。してないです。ああ、そういう態度取っちゃうんだな。すごい、僕のせいで彼が蹴飛ばされている。その姿はまるで、うわ、肌が出てるとこはやめとけ、傷でバレるから。お前そっちなんか。ああ悪い、九条くん。そうだ、九条くんもやる？嫌いなんだろこいつのこと。いや俺はいいよ。はあ、俺にやらせといて自分は逃げんの？九条、いいこと思いついたんだ。俺がやるより自分で痛めつけてもらう方が面白いだろ。え、良心的な提案だぜ。自分で殴らなきゃ俺たちにリンチされる。でも自分で殴れば痛みは少ない。そんな、九条くん悪いな。ほらやれよ、ヨミヤ、俺たちがいいって言うまでさ。そうだったな、予想以上に壮絶だったな。記憶にしっかりと刻んであったもの、でも感情をなくしてしまったこと。おい早く自分を殴れよ。はい、この人は去年の僕だ。